今は少なくなったと思いますが、2、30年前までの日本の小学校では名札に血液型が書かれていて、お互いみんな血液型を知っていました。今でもほとんどの日本人は自分の血液型をちゃんと知っています。これは一説によると、第二次世界大戦中、空襲にあった時、輸血してもらえるよう血液型を名札に書いていたのが由来と言われています。ではそれぞれの血液型のタイプを見ていきましょう。一番言いたくない血液型は何でしょうか？一番日本人に多い血液型は何でしょうか？まず A 型です。 A 型の人は真面目で几帳面、責任感が強く、心配性で協調性があると言われています。有名人でいうと、新垣結衣さん、石原さとみさん、志村けんさんなどが当てはまります。合ってますかね？次に B 型を見ていきましょう。 B 型の人は個性的、マイペース、そして自己中心的で好奇心旺盛、行動力があると言われています。有名人では安倍晋三さん、キャリーパミュパミュさん、松本人志さん、福原愛さんなどが挙げられます。次は O 型です。 O 型の人は社交的、大雑把もしくはおおらかで、包容力があり、仕切り屋だと言われています。日本の菅総理や木村拓哉、深田恭子さん、蔡英文さんなどが O 型です。最後は AB 型です。AB 型の人は知的、繊細肌で合理主義者、二重人格でも冷静だと言われています。有名人でいうと、広瀬すずさん、ジャッキー・チェン、バラク・オバマ、はじめ社長などが AB 型に当たります。合ってますかね？ではクイズです。日本人に一番多い血液型は何でしょう？2番目は？3番目は？4番目は？そして世界で一番多い血液型は何でしょうか？台湾で一番多いのは？ベトナムは？中国大陸は北と南で違うようです。ではインド人では何が一番多いでしょうか？当ててみてください。日本人で一番多いのは A 型、40%。 真面目な日本人らしいですね。 O 型は 30%、 B 型 20%、 AB 型 10% となっています。で、世界では O 型が一番多いです。台湾でも O 型が一番多く、ベトナムも O 型が一番多いです。中国大陸の北では B 型、南の方では O 型が多いです。インドでは B 型が多いそうです。面白いですね。最後まで見てくれてありがとうございます。日本人と話すとき、血液型を聞いてみてください。もしよかったら、LIKE ボタン、そして登録してください。また次のビデオで会えるのを楽しみにしています。ありがとうございます。バイバイ。